広大歴は南北朝時代から室町時代にかけてに書かれた年代記。著者は東院金方。後に関路寺親朝の造庫によって日の姿になったとされる。江戸時代に徳川光国によって歴代後期という表題が与えられている。神代から五土三角天皇の文明9年までを記述している。同年に関路寺親朝から 御土御門天皇に献上された原本は、前後間で原尊はしていないが、江戸時代に、柳原の光が、当時まだ原尊していた原本から写本したものが、宮内庁所領部に蔵書されている。これとは別に御子教閣文庫には、加賀藩主、前田津成所蔵本が残されている。原本をそのまま引き継いだとされる五岩本によれば、神代、宇田天皇第五天皇、 法川天皇、鳥羽天皇、言葉天皇、土三角天皇、須古天皇、五光軍天皇、御土三角天皇。ただし、六巻本、七巻本も存在し、前者は第四巻を二巻構成に分けたもの、後者は六巻本よりさらに裏書き部分を抜き書きして、独立した第七巻としたものである。各ページ五段構成となっており一段目には、天皇の略歴、 二段目には皇居及び重要な事件。三段目には上皇、東宮、巫子女,女、皇妃。4.5段目には摂政、関白、大臣、将軍、大将などの養殖部人が記されている。なお、第一から三巻には、東土の自力、僧侶の部人が付記されており、その部分を裏書きと呼称している。裏書きがついている第一から三巻の三巻が、 当院金方が書いた最初の形態であり、そのことは彼自身が書いた日記、その太歴の縁文元年4月9日上にて、広大歴の続きを編纂したと記しており、これが第4巻部分であると考えられている。したがって、第3巻までは縁文以前の作であることがわかる。金方の死後もその続きにあたる部分を書いた人物がいたと考えられているが、それを 今日の形にしたのは、関路寺親町である。親町が同書を大事にしていたことは、彼の日記である、親町狂気において、文明8年京都で大化があった時に、この本の実を真っ先に抱えて避難したことが書かれている、ことで知ることができる。後にこのことを知った、御土御角天皇より、諸写真条を命じられた親町が、現在までの出来事を過失して献上したのが、 原本とされたものであったとされている。この他に、当院金員方は、歴代賞、歴代洋館賞、歴代採用賞、官路寺親長は、広大略という題名もつけていた。なお、広大略の略という字より、署名の読み方を広大略とする説もある。余信賞広大歴、ありがとうございます。